はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を、プレイしたいと思います。さてと、前回ですね、女子選手を、スカウトに出しました。さあ、公式戦です。相手は4位のキャッツ、アイズ。まあ、なかなか強い相手ですよね。さあ、勝ちに行くのか、それとも、省エネなのか。浜田を最初から出しましょう。福山はちょっとスタミナが少ないのが難点ですね。ミオを最初から出しましょう。早川温存策。意外とディフェンス偏ってますよね。ディフェンスは大事につかないといけません。違う人、広瀬と美桜を交換しよう。さあ、試合開始です。相手は4位なんですが、どこまで頑張ってくれるでしょうか。キャッツアイズ、強敵です。さあ、瞳、深澤が取り切った。いいですね。幸先がいいスタート。ジョークを抜けた。ああ、ちょっとこれは無理がありすぎる。パスは確実に決めないといけないですね。ノーホイッスル。チャンス、美穂。おっと、ちょっと勢いが足りなかったかな。戻します。結構め、攻守入れ替わる、目まぐるしい展開。さあ、ナーコ。あーっと、ナーコ外した。どうしたんだ、ナーコ。おー。もうちょっとあったんですけどね。おっと。あれ？くるみが？おーっと、くるみ、痛い。これは痛い。くるみがイエローカードだ。ジョーコ、シミュレーションとしてますが、認め合いません。さあ、浜田から、深澤、浜田、ジョーコ。取りました。同点でも済ませられればかなりいいんですけどね。今度もチャンス。え、これひどいだろう。何度外してるんだ、ナーコは。はい、前半終了です。今のところ均等にスタミナ減ってて、それほど、いらないですよね。
さてと。さあ、後半スタートです。16節は、くるみが、決めてくれました。ギリギリで、いましたね。勝ちましたね。さてと、最下位のイーダビスタにですね、5点差をつけました。結構これ大きな差ですね。トップはスカディア、ナー、トップロードナイタを引き離してますよ。愛されてくれてます。嬉しいです。おっと、一瞬休みですね。その間に。はい。というわけで、なんか勝っちゃいました。
ょっと最後の方見てみましょう。0対0で、展開してきまして、福山が慌てて出しちゃいましたよね。福沢が、さあそうそうですね、あこれいいロングパスだ、くるみがオーバーヘッド、スタンドも大騒ぎです。ナーコですね、なるほど。これで初めての2連勝です。飯田ビスタに続いていいですね。ツアイズはそういえば 前回ギリギリでロスタイムで同点に追いつかれたんですよね。今回はあの試合終了直前に決勝点を挙げることができました。これはすごい嬉しい。さてと、こうなってますね。今はかなりですね増えてきましたよ、イエローカード持ってる選手が、あとおくるみが黄色になってますね。黄色になってる選手は変えましょう。くんですね。はい、効果が上がりましたね。特別キープ力上げましょう。美穂ロケットシュートです。お、これは2倍の効果が、練習効果がすごいですね。カミソリドリブル。妙ですね。ポストプレイ7個オプションプレイ、女子選手はこれぐらいですかね。あと緑がいるけど、緑はちょっと練習をやめさせます。さあさつきのオファーどうなんでしょう。やった、入団で合意です。もちろん契約です。早速新加入のさつきを、いきなりから鍛えましょう。
ただ弱点をキープした方がいいですよね。1枚あげたい。ロスタイムの奇跡。お、また効果が上がった。で、これですね。枠がいっぱいになりました。そこで、チーム編成で、一人の選手を解雇しなければならないと思います。そこで、見てみましょう。この辺みんな女子選手なんですよね。意外と浜田良くないのかもしれない。キーパーは強くしちゃいましたからね。菊池とかディフェンダーが結構あれだな。さつき、くるみ、ひろたが、ひろたも悪くないんだけどな。まだ首椅子には惜しいな。鬼丸落としてもいいけどな。ま、でもやっぱり賞金が高い選手を落としましょう。ちょっとイエローカードを持ってるっていうのもやっぱり気になる材料ではありますね。浜田を解雇しましょう、思い切って。まあ、いい選手揃えばいい話ですから、浜田の貢献度って大きかったとは思うんですよね。ただやっぱりチームが変わるためには犠牲もやむを得ません。生まれ変わるんですよ。さて、ポジションを変えましょう。一人、美穂まだまだ先がありますからね。この登録ポジションをディフェンダーに変更です。これポジションは変わらなくなりましたね。ポジション数は。はい。というわけで、カルチョビット。をプレイしました。だんだんと勝てるようになってきてる。最下位を免れる可能性も高まってきてるのではないかと思います。これからが、楽しみですね。はい。というわけで、この動画はここまでとなります。はい、今、ゲーム動画で以降ではチャンネル登録募集しております。チャンネル登録まだお方。右側に、チャンネル登録というボタンがありますので、チャンネル登録数のボタンがあります。こちらを押していただくとチャンネル登録できますので、ぜひぜひ、ご協力をよろしくお願いいたします。また、Twitter、Facebook もやっと、Twitter とブログもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見に来てください。最後の20秒へ流します関連動画。関連動画プレイリストの方もよろしければ見てください。
はい、カルチョビットで行こうの動画をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうでした。